らっしゃいませ。神様、おはようございます。おお、どうかしらこのお着物。え、とっても綺麗だよ。まるで本物のお姫様みたい。あら、愛は正真正銘スオトメ家のお姫様です。あんちゃん、待ってよ。あんちゃん、なんであんな格好で来たんだろう。どうせ目立ちたいだけよ。かけっこしづらい。大したことございませんわ。幼稚園の後すぐにとっても大切なお茶席があるんですって。へえ。あ、でも今日ひまわり組ってハンカチ止めするんじゃ。そうなの、だから困ってるの。ひゃー、なに、あれ本物の共有船ですよ。あ、同じ柄。お高いでしょうね。しかも手書きの本友禅です。帯は西陣織の最高級品、値段は高級車1台分。いや、マンション買えるかもです。やめてよ。おい、姫様、敵の忍者がこの城を狙っております。うむ、そなたたちがわらわを守ってくれるのじゃな。お守りするでござる。にんにん。その方、その方ってば、その方、これ、そこなこしもと。何よ、偉そうに呼ばないでよ。ねねちゃん、時代劇ごっこなんだから自分の役に徹してよ。こんなの面白くない。どうしてねねがこしもとなのよ。他のことして遊ぶ。忍とも、勘とも。我が園は一応制服はありますが、服装は自由ということになってますからね。そうですけど。ちょっと、例の黒服は何してんのよ。黒服じゃなくて黒いささんです。どっちでもいいわよ、そんなの。よくないです。で、その黒いささんは、い、あ、それが、呆れた。よくボディーガードが務まるわね。きっとすっごく疲れてるんだと思います。いつものアゲオ先生じゃない。これ、ジー。母、わらわは退屈じゃ。何か面白いことはないか。そのように申されましても。え、うれいいこと思いついちゃった。モップ、何すんの。あ、それカゴだね、しんちゃん。世界妖怪。何か妖怪。神様、愛のために作ってくださったの。いや、ただ作ってみたかっただけだぞ。でもそれ、乗っても大丈夫なのか。実験開始。うし、経済的な安全基準はクリアしてないのよね。当社費。姫様はお城を出ない方がいいんじゃないかしら。でも見つかりに行くんだぞ。あら、そう。でも怪我したら大変よ。お着物汚したらさらに大変。私ら全員内首。じゃあチョコビ買いに行く。そういう問題じゃないかと。チョコビ江戸時代にないもんね。だから違うって。ではハンカチ染めを始めます。はい。白いハンカチをこうやって輪ゴムでぐるぐる縛ってバケツの染料で染めます。わかりましたか。はい。その前に、うん、これでよし。
窮屈ですわ。お着物汚れるよりいいでしょ。いいな、オラも助けしたい。みんながやっても意味ないでしょ。来たわね。それ気をつけて。腕入れすぎないで。跳ねさせないで。ああ、もう何でもいいから早く終わって。かき混ぜないで。もういい。じっとしてて。じっとしてて。じっとしてて。あいちゃんまだ？もうすぐですわ。心臓止まるかと思ったわよ。こわー。あの花かんざしもゼロいっぱいついてますよ。ねえ、次ひまわり組体操の時間でしょ。そうよ。それ脱いじゃっていいの？着物って着るの大変なんじゃないの？あ、そうでしたわ。さすがは腰元、よく気づきましたわ。腰元じゃないわよ。ねねちゃん、ちゃん着替えちゃった？ネネが着替えない方がいいんじゃないのって言ったからまだです。そう、よかったわ。ありがとうね、ネネちゃん。みんな揃った？しんのすけがトイレに行ってます。そう、まあいいわ、すぐ来るでしょう。じゃあ始めますよ。お待たせしてごめん、遊ばせ。何を着替えちゃったの？だって今日はしん様とダンスする日でしたもの。うん、誰が着物着てるんだ。これは時間がかかりそうですな。母ちゃんの AKB のおかげで俺もお便秘かも。ねえ、本当にこれで合ってるの？ネット検索によると重そうです。ダメ、できない。いやあの、紐一本余ってます。